もがみ内、もがみ内、もがみ内、法歴四年、1754年天保七年九月五日、1836年十月十四日は、江戸時代中高期の探検家であり、江戸幕府不信役。では国村山郡、立岡村、現在の山形県、村山市、立岡出身。元の姓は高宮、高宮、略してこうとも。意味名はのり。 陽名は元吉。通称は、徳内、奥内。字は、古院。うぐいすだに、古式山、八甲斎と合した。父は、相田兵衛で長男。妻は、筆、秀で子、小兄男三女。少年は、法暦五年、1755年とも。実家は、貧しい普通の農家であったが、学問を志して長男であるにもかかわらず、家を弟たちに任せて、 奉公の身の上となり、奉公先で学問を積んだ後に、市の代理として、下人扱いで幕府の蝦夷地、北海道調査に随行、後に、商家の子となり、さらに幕府清掃と蝦夷地情勢の不安定から、一旦は、在任として、受け浪しながら、後に、同地の専門家として幕府に取り立てられて武士になるという、身分制度に厳しい江戸時代には、 珍しい立身出世を果たした身分の上下道を経験した人物でもある。家業を手伝い、欧州各地を回りタバコの行商などをしつつ、独学で学ぶ。二十六歳の時、父が死去し、翌年天命元年、1781年には、江戸へ出る。幕府の遺憾、山田都南の家白木となった。奉公しつつ、医術や数学を学び、二十九歳の時、天命四年、 1784年には、本田ダ・明の音羽塾に入門し、天文学や測量、海外事情にも明るいト明の経済論などを学ぶ、長崎への参術修行も行っている。幕府では、ロシアの北方進出、南下に対する備えや、エゾ地交易などを目的に、老中の田沼沖津倉が、エゾ地、北海道開発を企画し、北方探索が行われていた。 天明五年、1785年には、死の本田俊明が、江戸地調査団の東江戸地県分隊への随行を許されるが、俊明は病のため特内を大役に推薦し、山口鉄五郎隊に妊婦として属する。江戸地では、青島利蔵らと共に、釧路からあっけし、根室まで探索、シリアアイヌの生活や風俗などを調査する。島 カラフトあたりまで探検、アイヌに案内されて、クナシリ島へも渡る。徳内は、エゾ地での活躍を認められ、越冬して、翌、天明六年、1786年には単身で、再び、クナシリ島へ渡り、エトロフ島、ウルップ島へも渡る。エトロフ島では交易のため滞在していた、ロシア人とも、接触、ロシア人のエトロフ島在住を確認し、アイヌを仲介に。 彼らと交友して、ロシア事情を学ぶ。北方探索の功労者として称賛される一方、場所受けを移政などを行っていた正木藩には、危険人物として警戒される。同年に、江戸城では重大将軍、徳川家春が死去。反田沼派が台頭して、田沼を沖ぐは失脚。田沼派は排斥される。松平定信が老中となり完成の改革を始め、 江戸地開発は中止となる。徳内と沈太は江戸駅間。徳内は天明七年、1787年に再び江戸へ渡り、正木藩望大寺の報道時に住み込みで入門するが、正体が発覚して江戸地を追放される。徳内は、道の区国の平ジで知り合った先導の新七を頼り再び都会を試みるが失敗。新七に招かれて、野ヘジに住み、 天明八年1788年には酒造や海鮮業を営む商家の島谷や飲むことなる。完成元年1789年、江戸地において小取引や労働環境に不満を持ったアイヌが放棄する事件であるくなしりめなしの戦いが起こり、事態を知った徳内は江戸の陳太貸へ知らせる。真相調査のため派遣された賃貸は徳内を同行させ、 特内三度目の江戸地上陸となる。江戸地では、アイヌの騒動は収まっており、特内らは宗屋など、西江戸、日本海岸及び、オホーツク海岸方面から江戸、太平洋岸方面を回り調査。江戸へ戻ったチンタオは調査書を提出するが、幕府は、青島らの江戸地における職務を離れた行動や、アイヌとの交流を問題視し、チンタオは、敗人を疑われ、特内と共に入浪する。 神桃は、牢内で病死、徳内も病に侵されるが、死の年明らの運動で釈放され、完成2年、1790年には、無罪となる。同年には、不信薬となり、幕府が、正木藩に命じていた、アイヌの待遇改善が行われているか実情を探る、ため、蝦夷地へ派遣される。4度目の蝦夷上陸では、国後島、エトルフ島から、ウルップ島北端まで行き、 各地を調査した。公益状況を視察し、量ばっかりの統一などを指示、アイヌに対して作物の栽培法などを指導し、アッケ氏に新名社を奉納して京家も試みる。また、ロシアが日本人漂流民を送還するために渡航するという噂を得る。完成4年1792年には、カラフト調査を命じられ、子度目のエゾ上陸を果たす。 カラフトの地理的調査などを行い、鎖国の国宝に接するマサキ藩のロシア、満州との密貿易やアイヌへの弾圧も察知する。10月にはマサキへ戻るが、この年に伊勢国出身の先導である大黒屋高田優良日本人漂流民一行の返還のため、ロシア施設のアダム・ラクスマンがネムロへ来航し、滞在を延期して越冬した。翌年には江戸へ戻る。 完成5年1793年には河川を通行する川船に対して課税する深川の川船役所への出資を命じられる。徳内は関東地方の河川を調査して水系地図を作成し効率化に努める。後に三輪御用に命じられる。完成10年1798年には老中の戸田氏のが大規模な絵図調査を立案し、 徳内は七度目の江戸上陸となる。幕臣の近藤十三の敗下として、エトロフ島に領有宣言を意味する、第二本恵みトロフの標柱を出る。道路係に任じられ、日高山脈を切り開く振動を不振。この時に見聞隊の総裁、松平忠明と意見が衝突し、免職される。江戸へ戻った徳内は、忠明の失策を意見書として提出、忠明に対して、 辞表を提出するが、ただはこれを受け取らず公職のままとなる。文化元年、1804年まで、再び三輪御用を務め、この間に除述活動も行う。文化2年、1805年には、東山影国のもとで八度目の江戸上陸を果たす。文化5年、1808年2月特内は、カラフ太詰めを命ぜられ、4月に、宗屋から、私かはした。白州。 知らぬし本都軍高二村白州から、東のアニワ湾方面に向かい、久春古丹、ク春ュン古丹大泊軍を大泊町に上陸す。その後、カラフト警護の合図判兵約800名も渡しかば、してきた。6月に、久春古丹、大泊を立ち、のと半島の東海岸沿いに南下し、カラフト最南端の西のと岬を回って、西岸を北上しと見ない。 トンライモオ,オカグパク村に上陸した。その後、白主にて三端船を目撃した。7月には南に向かう藍津藩兵の一行と共に、カラフトを離れた。文政六年、1823年に、長崎へ来日したドイツ人イシシーボルトは、文政九年、1826年に、江戸へ散布する。徳内はシーボルトを訪問し、何度か会見して、 意見交換する。学術や北方事情などを話題に対談し、マミア・リンゾーが調査したカラフトの地図を与えたほか、アイヌ語事件の編纂をはじめ日本研究に熱心なシーボルトに協力する。シーボルトの江戸散布機構によると、徳内がサガレンに滞在した時に105人中53人が寒冷の影響で死亡したが、徳内は大量の昆布を食べることですこぶる健康であったとされる。 文政十一年1828年にシーボルトが帰国する際に国金の日本地図持ち出しが発覚し、シーボルト事件に至るが、徳内は追及を免れている。晩年は江戸の浅草に住み、天保七年1836年に死去、去年八十二、あるいは八十三。墓所は東京都文京区の蓮光寺である。著作に、 エゾ像し、アイヌの生活を記した、徒党筆記などがある。また、アイヌ語の辞典である、エゾ方言模試予想の編纂にも関わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。